はなちゃんとめいちゃん。こちらの着物屋幸運荘では、毎年春に着物の展覧会が行われています。たくさんの着物が一度に集まる特別なイベントです。ある日、台湾のとある軽食屋さんの看板娘めいちゃんは日本の番組を見ていました。そしてこちらのお嬢さんがこの着物屋さんの看板娘、はなちゃんです。皆さん、ぜひ遊びに来てください。綺麗な着物を着た女の子がこちらに手を振りました。うわぁ、綺麗。めいちゃんは着物に引きつけられました。テレビ番組が終わり、めいちゃんは外に出かけました。はなちゃん、うらやましいな。めいもあんな綺麗な服着てみたい。そんなことを考えていると、近くの草むらで何かが光りました。なんだろう。めいちゃんが近づいてみると、それは四つ葉のクローバーでした。わあ、四つ葉のクローバーだ。着物が着たいから、めいが花ちゃんになれますように。めいちゃんは四つ葉のクローバーにお願いしました。もう嫌だ。女の子が大きな声で言います。花、もう着物着たくない。こら、待ちなさい花。花ちゃんは着物を投げ捨てて家の外に飛び出しました。毎日毎日着物着てばっかり、もう飽きちゃった。ああ、着物なんて着なくてもいい。どこか遠くの子に生まれ変わりたいな。はなちゃんがつぶやくと、道端の草むらが光りました。なんだろう。はなちゃんが近づいてみると、それは四つ葉のクローバーでした。四つ葉のクローバーだ。花のお願い、叶えてください。花ちゃんは四つ葉のクローバーにお願いしました。次の日の朝、起きなさい。大きな声で言われて、めいちゃんは目を覚ましました。今日は着物のイベントの日よ。めいちゃんはそう言われましたが、イベントが何のことだかわかりません。着物のイベント？早く起きて顔を洗いなさい。めいちゃんは洗面台に行きました。すると自分の顔を見てびっくり。なんと自分がはなちゃんになっているのです。どうして？めいちゃんは昨日のことを思い出しました。もしかして四つ葉のクローバーにお願いしたから？ってことは、めいは今日着物を着られるの？やった、嬉しいな。はなちゃんになっためいちゃんは急いでおばあちゃんのところへ行きました。めいちゃんがおばあちゃんのところへ行くと、おばあちゃんは赤い着物を持って待っていました。うわぁ、綺麗な着物。そうでしょう。さあ、これを羽織って、まずは襟の先の部分を持ち上げて。はい。右手の方を内側に、左手の方を外側にして、自分の体に巻くのよ。あれ、おばあちゃん、これ大きいよ。めいちゃんは着物を見ながら言いました。するとおばあちゃんは答えます。あら、大丈夫よ。折り曲げておはしょりという部分を作るんだから。次は腰ひもを結ぶわよ。おばあちゃんは平らなひもをめいちゃんの腰に巻きつけ、きつく締めました。うぐ、おばあちゃん苦しいよ。あとで木崩れしないように、ここでしっかり締めておかなきゃいけないの。
我慢してね。着物を着るのって大変なんだな。めいちゃんはそう思いました。最後は帯よ。花、しっかり踏ん張ってなさい。おばあちゃんはそう言って白色の帯をめいちゃんにきつく巻きつけました。たたたたた、我慢我慢。めいちゃんはとっても疲れました。できたわよ。めいちゃんが鏡を見るとそこにはテレビで見たのと同じ綺麗な着物を着た女の子が立っていました。うわー、すごく綺麗。めいちゃんは自分のお願い事が叶ってとっても嬉しくなりました。さて、そろそろイベントが始まるわ。花、準備はいいかしら？イベントって何をすればいいの？あなたはお店の外で宣伝をしたり、お客様とお話をしたりするのよ。一緒に行きましょう。おばあちゃんとめいちゃんは手をつなぎ、イベント会場に行きました。あら、花。着物を着ているときは歩幅を小さくしなくちゃダメでしょ？歩幅を小さく？そう。それから大きな音を鳴らしちゃダメよ。はい。会場に着いたわ。立ち方も練習しましょう。普通に立ってるだけじゃダメなの？ええ。まずは足を揃えるの。次に手は左手を右手の上に重ねて帯の下あたりで揃える。はい。そうそう、とっても綺麗よ。おばあちゃんに褒められてめいちゃんはにっこりと笑いました。そうこうしているうちにイベントが始まりました。花、よろしくね。一緒に頑張りましょう。はい。めいちゃんはこの日、次から次に来るお客さんとお話をしたり、お店の外で元気よく挨拶をしたりしました。気がつくと、もうイベントの終わる時間。おばあちゃんはめいちゃんの頭を撫でて、優しい声で言いました。花、疲れたでしょ？もうイベントは終わったから、お家に帰って休みましょう。うん、ありがとう、おばあちゃん。お家に着いて着物を脱ぐと、めいちゃんは床に寝転びました。わあ、疲れた。朝から手伝ってくれてありがとうね、花。ううん、どういたしまして。安心したわ。花が着物を着たくないって言ったから、おばあちゃん心配していたのよ。あんなに綺麗な着物を着たくないなんて、花ちゃんもったいない。おばあちゃんが不思議そうな顔をしました。めいちゃんは自分の口が滑ったことに気がつきましたが、時すでに遅し、おばあちゃんに本当のことを話すことにしました。おばあちゃん、実は私、花ちゃんじゃないの。台湾人のメイって言います。メイ？うん。テレビでこの着物屋さんのこと見て、すごく綺麗だなって思ったから、四つ葉のクローバーにお願いしたの。花ちゃんになりたいって。メイちゃんが恐る恐るおばあちゃんの顔を見るとなるほどね。今日のあなたはまるで初めて着物を着るみたいな様子だったから不思議だと思っていたのよ。おばあちゃんは優しい顔で笑っていました。隠していてごめんなさい。謝らなくていいわ、メイ。今日は楽しかった？
うん、とっても楽しかった。よかったわ。着物の良さを知っている人が増えると嬉しいから。メイね、台湾に帰ったらパパとママと友達みんなに日本の着物のこと伝えるね。そしていつかまたおばあちゃんに会いに来る。まあ、それは楽しみね。待っているわ。約束よ。うん、約束する。メイちゃんとおばあちゃんは指切りをしてまた会う約束をしました。さあ、今日はとても疲れたでしょ。もう寝なさい。うん、あのね、おばあちゃん、きっと花ちゃんも本当は着物のこと大好きだと思うよ。だってすっごくすっごく綺麗なんだもん。そうね、私もそう信じているわ。ありがとう、メイ。おやすみ。うん、おやすみなさい。メイちゃんはすぐに眠りにつきました。とても幸せそうな寝顔でした。おいしい。メイちゃんが花ちゃんとして一生懸命お店を手伝っていた時、メイちゃんになった花ちゃんはメイちゃんのお店でルーローハンや小籠包、タピオカミルクティーやトーファなど台湾の美味しいものをたくさん食べていました。今日は展覧会の日。おばあちゃんどうしてるかな。たくさん食べてお腹いっぱいになった花ちゃんは突然おばあちゃんに会いたくなりました。お家に帰りたいな。次の日、メイちゃんと花ちゃんの体は元に戻りました。メイちゃんは家族や友達に着物の着方を教え、花ちゃんは時々着物を着るのをお休みすることをおばあちゃんと約束し、お店の手伝いを再開しました。それから1年後、メイちゃんはたくさんの台湾のお土産を持っておばあちゃんと花ちゃんに会いに行きました。おしまい。